皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、毎週やらせております、今期2022年秋アニメ、海外キャラクター人気各ランキングトップ10やっていきたいと思います。というわけで、今回第5週目のですね、海外キャラクター人気各トップ10という、いつも全部で、3本ですね、アニメトレーニングさんね、ところですけれども、女性キャラも男性キャラも2人組もそれぞれの、トップ10第5週目紹介していきたいと思います。というわけで、今回ですね、ついに、あの作品の順位がグーンとここでね、上がってきたというところで非常に見応えのあるというか、まあある意味本当納得の、ランキングなのかなっていうのは思いますし、やっぱ順位の変動もね、非常に大きくありますので、まあその辺もぜひね、最初から最後までお楽しみいただけたらなと思います。というかですね、まず女性キャラもトップ10から紹介していきたいと思います。それがですね、こちらというところで、スウェッタ・マーキュリー、2週連続1位もうガンダム不人気シーンはもう完全に消えたと言っていいんじゃないでしょうか。まあね、作品もね、なんか上がってますけれども、キャラクター2週連続1位という子はね、スレッチャーも非常にいいキャラですね。それでね、まあ、ミオミオも3ランク上がって6位ということで、もうやっぱ、ミオミオスレッタコンビがもうめちゃくちゃ人気なんだなっていうのね、改めて感じますけど、最新話はね、もうミオミオの魅力がかっこよかったですもんね、爆発だというところで、また順位上がっていくんじゃないかなって感じはしますけれども。スレッタちゃん2週連続1位と。で、2位に、ボッチャンがね、1ランク上がって2位という子で、ボッチャロックの海外人気もやばくなってきてますね。これは、またこのスレッタちゃんとこうデッドヒートが繰り広げられていくのかなっていう感じはします。で、3位、パワーちゃんですね。1ランク上がって3位となりました。で、4位、ヨルさんがね、2ランクダウンして4位ということで、ね、ヨルさんめちゃくちゃ可愛いんですけどね、今季はもう可愛さでも激戦区かというところでね、4位に落ちてしまったと。で、アーネちゃんは2週連続5位という子でね、なんかアーネちゃんずっと5位な気がするな。待って。アーネちゃんってなんかずっと5位じゃない ?3 週連続くらい5位じゃないか。いや、それはないか。あ、3週連続5位っすね。あれこれなんか2 weeks って書いてあるけど。うん。3週連続5位っすね。うん。っていうとこで。で、6位がみよみよ。第7位が、井上織姫で、織姫が2週連続7位ですね。第8位、ラムちゃんっていう。てか、織姫は高いね。これはまあ、ある意味ブリーチ人気なのかもしれないですけどね。はい。第8位がラムちゃん。3ランク下がっちゃいましたけど、8位。ラムちゃん可愛いですけどね。3ランク下がっちゃう。で、9位が、あかりちゃんがね、再びランク入ってきたよというところで、9位に入ってきました。いや、僕最近ね、風光へハマってまして、まあ、あかりちゃんとしおりちゃんもやばい。てか、あかりちゃんやばいっすね、もう。やばい可愛さだと思いますね。はい。で、第10位、アーミアという、アーミアがね、新たにここでランク入ってきたという感じになっておりますというところですね。まあ、女性キャラもね、結構変動しましたね。うん。てか、マキマさん、ついにランク外になっちゃったかというところですね。まあ、海外なんか色が受け悪いらしいですけどね。となると、マキマさんはどうなるのかっていうところ。別にマキマさんはエロいキャラなのかっていう感じはしますけどもね。はい。そうか。ん?あれ、アニメトレンディングのサイト4週目までしか載ってないんだ、これ。見たら。そう、11以降がね、どんな感じだったかなと思って見ようと思ったら。サイトには4週目までしか載ってないですね。この表はもう出てたんですけどね。結構前にね。そう、若干僕タイムラグ上がって、これ本当は金曜日に出てるんで、ちょっと遅いんですよね。ちょっと次回から金曜日上げられたらなって感じなんですけど、そう。っていうところで、期間が、11月8日から15なんでね、まあ、1週間前になっちゃうんですよね。そう、だから1話ずれてるんですよね。っていうとこですけどもね、2週連続スレッタちゃんが1位でございます。おめでとうございます。はい。いやー、これね、まだまだデッドヒート、来そうですね。なんか、そうそう、ボッチャンが1位になりそうな気もしてますけどもね。まあ、これ、ミオミオが思わず1位を取ったりとか、まあ、まあ、でも主人公がやっぱね、この海外キャラ人気がすごい強いんですけれども、うん。まあ、どうなるのか楽しみだなと思います。はい。では、続いてですね、男性キャラものトップ10紹介していきたいと思います。それがですね、こちらというコーデ。モブくん、なんと5ランク上がって1位でございます。前回ね、エクボがなんでランク入ってこねえやみたいな話もあったんですけど、エクボが5位にランクインでございますという、これね、モブサイコ100。やっぱ6はめちゃくちゃ神回で海外評価もブーンってもともと超高いんですよ。海外人気もすごいあるっていうモブサイコ100の中で、さらにこのね、跳ね上がった回でもあり、ここに応じてやっぱキャラクター人気もね、そう、前回ランキングはまだ5話時点で評価だったんですね。まあ、5話時点でも入ってきてもおかしくなかったんですけども、まあ、今回、ついにこの神回を見れてね、もう、エクボが1位でいいんじゃないかって感じもするところもあるんですけど、モブくんが1位となりましてね、エクボもこう、バーンってランク入ってきたぞというとこでございます。おめでとうございます。はーい。ね。第2位、指導影野という子ね。ここ2ランク上がってきたと。モブ王子が聞いたんでしょうかね。はい。第3位、デンジという、デンジ2ランク下がっちゃったと。
第3位で第4位黒崎一郎でこっちも2ランク下がったというこうね。でもね、指導くんとねモブくんがこうデンジと一郎抜いてるの見るね、感慨深いですよねこれはね。で第5位エクボというこうね。そうてか日本じゃやっぱないよねこういうランキングって。やっぱこれはねあのアニメトレーニングさんまた海外ランキングだからこその面白さだなっていうのは思いますよね。第6位ロイドホージャーというかロイドホージャーもね1位だったんですけどどんどん下がってきちゃったね。3ランクなの6位と。で第7位緑谷伊豆くんデックくんがランク入ってきましたよというところね。かっけえっすかね。ヒロアカはね、もう、かっこいいキャラがもう多すぎるなっていう感じなんですけど。まあ、こんな中でさすが主人公デックンが入ってきましたと。第8位、アキくん、3ランクでも8位という子はね、アキくんおかしいね。これ来週また上がってくんのかな。ちょっとね、アキくんの国内人気はもうガンガン上がってるところかなと思うんですけどね。海外人気は下がってしまっていると。で第9位、グエルくんがね、第10位ね、エランくんが入ってきたという、これね、ちょっとガンダムフィーバー来そうな気もしますけれどもね、もう他で言ったらグエルくんはもしかしたら一番人気なのかもしれないっていうぐらい、今もうめちゃくちゃ人気でね、あの、先週ガンダム出てなかったね、もうトレンド入ってましたけれどもね、グエルくんもね、最初なんやこんつこ、なんだこいつはってなってたのにね、もう株爆上がりで、今度はデリングかよとかなってますけれどもね、いやーすごいこの先のガンダムも楽しみなんですけど、エランくんもね、また面白くなってますが、ランク、9位、10位と入ってきましたよというところで、ございます。はい。まあ、特にね、あの、ガンダムこの対象になってるさ、話は、よりね、グエル君とエラン君活躍してたとこだと思うね。まあ、そういう面でも、あの、妥当のランクインなのかなっていう感じは、します。かなりでも順位動きましたね。前回、そうか、前回、イルマ君と書いてたのにね、白夜とかね、うん。山本源流祭、しげくんにさんは入ってくるのか、これ次回これ入ってくるとしたら。8から15。ああ、次回だな、多分ね、入ってくるし。いや、次回、いや、もうこれ入ってこないとおかしいな。ブリーチだって月曜放送ですもんね。あれなんでだなんで入ってこないのか、不思議ですか。おかしいな、これは。これはおかしいな。まあ、オブ君が入ってきたら嬉しいですけどね。はい。こんな感じでございます。来週ぐらい入ってくるかでは、最後ですね、2人組ものトップ10紹介して、以上となります。2人組ものトップ10の方が、こちらというところで、ロイド・ホージャー、ヨル・ホージャー、ワンランク上がって1位でございますという、こうね、ロイド・ヨルコンビが強いね。個人ランキングではどっちもね、落ちちゃってるんですけれども、この二人組は、やっぱこの家族の絆かっていうところでね、1位を取ってきたというところでね、ダミアニアもね、2週連続5位というところで、やっぱこのスパイファミリーの人気出てるなっていうのは思います。第2位、イチゴ・オリヒメという、こうね、イチゴ・オリヒメとかもなんかなんでここ人気あるのか毎回わからんのですけど、まあ、ワンランク下がっても2位と、非常に人気です。第3位、アタルラムというか、アタルラム非常に良かったですよね。これはうるせえやつらの5話になるのかなっていうところですけどね。あそこの話はものすごくね、いい回だったので、まあ、これは妥当のランクアップかなと思います。第4位、ミヨミヨ、スレッドというところね、意外とね、こう、順位上げてくるかと思ったらワンランク下がったというか、次回は上がるのに期待したいなというところでございますよね。はい。第5位、ダミアニアという、あ、それ言ったな。第6位、ジロー・アカリという、こう、ね、2ランク上がって6位という、こうね、いいですね。これね、どんどん好きになってます。あ、いらない、クラウド・アイリーンという、こうね、これ、悪役令嬢のラスボスを勝ってみましたかな。こちらの、主人公のヒロインとワンランクダウンも7位。第8位、クリストファー エリアーナで、これは虫かぶり姫のね、主人公のヒロインですけど、ワンランクダウンも8位と。第9位、エラン、スレッド。敵ですか？エランとスレッドが、新たにランクインしてきたという、これ、いいんじゃないですか、ガンダム。水星の魔女、いいんじゃないですか？はい。グエル、スレッド入っていいんですけどね。はい。で、第10位、孔春、長州、孔春と、呪説という、ね。高級のガラス。危ない、ドバセスとかった、ね。結構ね、二人組はね、いろんな作品が入ってきてますよね。うん、っていう感じはしてて、そうだね。そうか、よりでも幅広いっすよね。うん、っていう感じはしてますがね、二人組のランクもね、まだまだ読めないのかな。こっちのは順位入れ替わり激しいかな、どっちかっていうとね。うん。っていうとこですけどもね。非常にこの先も楽しみだなと思います。はい。という感じで今回の本期、2022年秋アニメ第5週目の海外人気、いや、海外キャラクター人気企画ランキングのトップ10の紹介は以上となります。このご視聴いただきありがとうございましたね。今回はね、モブサイコ役のキャラがバーンって一気に上がってきた。いや、もうモブとエクボでこれもうランク、二人組も入ってよかったんじゃないかっていうぐらい思ってるんですけどもね。まあ、その中でまた女性キャラ部門に関してはもう、ガンダムというか男性キャラもですけど、ガンダムがガンガン上がってきてるというと、これはすごいね、この先楽しみなポイントなんじゃないかなっていうのは思ってます。はい。
ボザラもね、ボッチちゃんともう一人ニジカちゃんとかね、入っていいんじゃないかなっていう感じしますけどね。これはこの先のランキングに楽しみに、僕自身も見ていきたいし、皆さんもね、ご覧いただけたらというのでございます。はい、という感じで、今回の今季2022年高森詐欺となって以上となります。もう二人組もね、ガンダムはね、エランとスレッタも入ってきたというところでね、この先の展開でもまたランク、また入ってくるキャラクターも変わってくるのかなというところで楽しみでございます。ね、皆さんの方が何に対する感想、ご意見、またこのキャラは自分は推しだとかね、ぜひ教えて、コメントを押していきます。大変嬉しいです。ということで、以上です。まあね、来週以降も引き続きこの海外キャラクターに行き、まあできれば金曜日上げたいんですけど、金曜日は多分最速になると思うんで、上げられたらなと思ってます。それ以外はね、海外人気、配信人気、個人的ランキング、情報、感想とかいろいろね、今期はもういつも以上に上げてますんで、ぜひこれ金、チャンネル登録、声もね、してきます。大変嬉しいです。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。